Hello，大家好，又系我哋 Gameplay HK，我哋继续带住阿辉子妹妹逃离呢间屋啊，唔系，要揾咗阿哥哥先啊。上集已经杀咗两只鬼噶啦，而家就一直去嘅啫。任务点嗰度咧系有两间房间添噶。嗯、大丈夫，我 俺が絶対に守るから。この匂いは、もしかしたら、居そこ。も上集試咲あ伊之助とま善日都幾好用啦。今集應該都到返あ炭治郎打噶啦。ここだ。血の匂いはここから漂ってきてる。<laughs> キヨシ兄ちゃん。あ <laughs>。 この人は俺は鎌ま炭治郎悪い鬼を倒しに来たさあ傷を見せて一人でよく頑張ったなここで何があったか話せるかあば、化け物にさらわれて。 食われそうになった。そしたら、どこからか別の化け物が来て、こ、殺し合いをし始めた。誰か、俺を、食うかって、そ、それで、体から鼓が生えているやつ、 あいつが、他の奴にやられた時、この鼓を落としたから、それを拾って叩いたら、部屋が変わって、なんとか今まで。鼓が生えている奴、あいつか。あいつはマレチ、マチそんなことを言ってたが。そうだそう 俺のことをマレチって呼ぶんだ。かあマレチとは珍しき血の持ち主である。あ<っ>お前も屋敷に入ってきてたのか。生き物の血には種類、系統がある。マレチの中でもさらに数少ないもの。珍しき血であればあるほど。 鬼にはそのマレチ一人で50人100人人を食ったのと同じくらいの栄養があるマレチは鬼のごちそうだ大好物だ就是因為要お俺はこの部屋を出る <laughs> 落ち着いて大丈夫だ 鬼を倒しに行ってくるからいいか、テルコ。兄ちゃんは今本当に疲れているから、テルコが助けてやるんだぞ。俺が部屋を出たら、すぐ鼓を打って移動しろ。今まで清がしてきたように、誰かが戸を開けようとしたり、物音がしたら、間髪を入れずに鼓を打って逃げるんだ。俺は必ず迎えに来る。二人の匂いを辿って。 ときは名前を呼ぶからもう少しだけ頑張るんだできるなえらい強いないってくる叩いてくれ <laughs> 強烈な匂いすずみの鬼近いぞ 嗱，真係好厲害啊！喺咁情急之下，炭治郎係可以諗到啲咁嘅計策，加上佢個鼻真係好靈敏呢！我而家跑得快好多。 間違いない。すずの鬼がここにいる。ワンドラーうっいったあれ、ジ受ン・サが。さんに手当てをしてもらっているが、怪我は感治してない。その怪我が痛くて痛くてたまらない。俺は。俺はもう。 本当にずっと我慢してた善逸を女の子から引き剥がした時も声を張った時もすごい痛いのを我慢してた俺は長男だから我慢できたけど次男だったら我慢できなかった大丈夫だ炭治郎自分を信じろ

いや、百人分まれちの人間をもっと探して食うのだそうしたら小生はまた十二鬼月に戻れる見つけたぞ進みの鬼虫けらが何度も何度も鬱陶しいぞ

三条直线，哇！佢行路就 O K 啦。慢走咗，好生猛。偷机，我捉唔到佢嘅，奇怪嘅，因为佢太大只哦，又嚟又嚟又嚟，呢招真系对我冇乜作用啊！ 太易揿啦！如果佢系难揿呢啲 QTE 咧，就会好玩啲咯。就咁揿交叉就得啦。喂，点地？撞撞先。上啊！女车。不过咧，我唔打佢住，唔打佢住！因为我想睇下有冇偶尔出到。 而家我打佢咧就佢会死噶啦，唯一咧我就系以下俾佢打噶啫，俾佢打先会储到，赚一滴，啊系啊痛啊痛咗少少嘅，我啱啦啦，佢用呢招嗱啱啱见到佢即刻用老嘢，你死期到啦。 レイダーあの鬼の爪のような跡がつく攻撃あれが怖くて向こうに近づけない しぶとい虫が逃げ回りおってくそ、忌々いましい早くマレチを食わねばならんというのに焦るなまっすぐに前を向け己を鼓舞しろがんばれ炭治郎がんばれ俺は今までよくやってきた俺はできるやつだ そして今日もこれからも折れていても俺がくじけることは絶対にない小生はマレチを得て十二気付きに戻るのだ消えろ虫ケラ第二ちゃん小生は強いのだ大は強いん強いのだ大は強

有嚟，有嚟，有嚟。喂呀，出去睇下话。可唔可以咁打啊？都得噶，哎，多手啊，硬要咁三个人都可以破到嘅。而家要多跳多几下咧，又要避地下啲线。 集中精神望住地下先，冇啦，再弹一弹，弹。响海你喺边啊？出嚟见我啦，唔好匿埋啦。水车龙湖，哎呀，闪咗，弹开咗。

そう答えろ小生の決起術はすごいかすごかったでも人を殺したことは許さないそうかそうだ血を取らなきゃそれは埋葬意外だけど希望はどこへ行くのか こんなの作ってユシロウさんは器用だわ猫あっ猫あ君が珠代さんのところへ届けてくれるんだなよしよしありがとうこれでよしじゃあ気をつけておおユシロウさんの術で泣くまで人の目には見えず。 もう一度泣くとまた姿を消すとは聞いてたけど成仏してくださいテル子たちを探さないと。 テリコ、よく頑張ったぞ。さあ、外に出よう。3着、これで搞りましょう。今日は大丈夫かはい。あ、全員と小一の匂いがする。外に出てるな。2人とも無事。血の匂いだ。外日は雪がいいです。ラ出る太太先。 刀を抜いて戦えこの弱みそが炭治郎俺守ったよお前がこれ命より大事なものだって言ってたからこれ以上俺の邪魔をするなら。 お前ごと箱を串刺しにしてやるやめろああうわぁ音頭骨割れてないああんえ女え顔なんだこら…俺の顔に文句でもあんのか 君の顔に文句はない。こじんまりしていて、色白でいいんじゃないかと思う。殺すぞ、てめえ。かかってこい。だめだ。もうかかっていかない。おい、デこっぱち。俺の名を教えてやる。橋平猪之助だ。覚えておけ。どういう字を書くんだ。ちっ。俺は読み書きができれんだよ。名前はふんどしに書いてあるけど。 な倒れた多分脳震盪だ俺が力いっぱい頭突きしたからえっ怖っ炭治郎頭から血も出てないしどんだけ頭硬いんだジョン・ン・ファ本当にありがとうございました家までは自分たちで帰れますありがとう炭治郎さんありがとうございました 炭治郎さん善一さんもありがとうございましたしょい一くん俺を置いていっちゃうのかいダメ,だダメだダメだダメだい一くんは行っちゃダメだい一くんは強いょだい一くんに俺を守ってもらうんだい一くんは嫌がってるだろう俺を放っていかないでいい加減にしろ

まだ勝負は終わってねえぞ疲れてるだろいいから降りるぞはあ俺は疲れてね勝負だこらー山を降りろ山をおりろーこーさあ、ついてこいこの私にこーこーほら カスガ,イガラスもあいてるぞシェルカークイアコッパシャサンワイジュガロギョゾウユンセンヤンモウラのイロンナフジノハナの家紋ケソ急速 不祥につき、感知するまで休息せよ。富士の花の家紋の家は、前に鬼狩りに命を救われた一族。鬼狩りであれば無償で尽くす。え、休んでいいのか俺今回、怪我したまま鬼と戦ったけど。けっけっ。 ケケケってすみませんあのすみませんはいあっやに申し訳ありませんおにがりさまでございますねどうぞ做了幾個任務啦叫做可以有得休息啦仲喺大宅裏面て 三人とも、あばらが折れてるとはな。あばらより、コブがいて。ごめん。お前、俺に謝れよな。痛かったんだぞ。ボカスかボカスか叩き上がって。謝れ断る。謝れよ断る俺は慣れ合うために入隊したんじゃねえんだよじゃあ、イノスケは、どうして鬼殺隊に入ったんだ あ,あ何かきっかけはあるんだろ鬼殺隊の隊員ってやつが俺の山の中に来やがったから力比べして刀を奪ってやったそしたら最終選別ってのがあることや鬼の存在について聞いてよそれで伊之助は鬼殺隊に入ったのかていうか伊之助も俺と同じ山育ちなんだな。 お前と一緒にすんなよ。俺には親も兄弟もいねえぜ他の生き物との力比べだけが俺の唯一の楽しみだそうかそうか炭治郎誰も聞かないから俺が聞くけどさ鬼を連れているのはどういうことなんだ善逸 分かっててかばってくれたんだな。善逸は本当にいいやつだな。ありがとう。おま前、そんな褒めても仕方ねえぞ。<laughs> 俺は鼻が利くんだ。最初から分かってたよ。善逸が優しいのも強いのも。いや、強くはねえよ。ふざけんなよ。お前が正一君を連れてくの邪魔したのは許してねえぞ。あ、

前一、根津子は俺の。なっ。丹次郎、お前。お,お前、いいゴ身分だな。え<っ>？こんな可愛い女の子連れて毎日ウキ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 旅してたんだな。俺の願いたちを返せよ。俺は、俺はな。 お前が毎日、母の不風で女の子とイチャつくために頑張ったわけじゃないそんなことのために、俺は変なイノシシに殴られ蹴られたのか善逸、落ち着けどうしたんだ急に菩薩いはな大遊び気分で入るところじゃなお前のような奴は、粛清だよ即くそく そうよ、俺の結婚を邪魔した罪と、松竹を返した罪もあったな。さあ、作戦、鬼殺隊よ舐めるんじゃねえお前、お前らからわっ全然、やめろ鬼殺隊を舐めるとは自己嫌悪だ その後、夜遅くまで俺は、善逸に責められた。何度も、何度も。善逸、待ってくれ何を言ってるのか、俺にはわからないぞああ、そうだろうともお前のようなやかに、俺の気持ちは一生わからないだろうよ返せい、結婚相手の女の子を返せ、俺の小一君を返せよとにかく落ち着け 何をそんなに怒ってるんだお前のは藤津さんに怒ってるんだそしてようやく善逸の興奮が収まってみんなが寝静まった深夜俺は骨折と疲労の蓄積から少し熱を出した。 父さんは体が弱いのにどうしてあんな雪の中で長い間舞いを舞えるの息の仕方があるんだよどれだけ動いても疲れない息の仕方。うん。 ねず子汗をかいてるそうか熱が出てそれでありがとう俺が心配で見てくれてたんだなうん <laughs> それにしても懐かしい夢だった父さんがやっていたカグラ流れるように美しい舞 父三嘅言话：嗱，神乐之舞呢个回忆系好重要噶，应该之后剧情大家都知噶啦。呵呵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 ，那是国章，冇咁啦，成日清醒啲啦，你。前 ん、じ、ろ、うんねずこちゃんは、炭治郎の妹。ねずこちゃんの兄が、炭治郎。<laughs> 仲良くしよう、炭治郎善逸頼むからくっついてこないでくれそんなこと言うなよ、炭治郎じゃ <laughs> 先生、完我で咁多次る条 今180度全変わた失礼いたします今日のお湯気は何にいたしましょう天ぷらはいかがですかそう、衣のついたあれでございます 郎、しけ。次のにんむはあすのあさ3にんでなたぐも山に向かえなたぐも山に向かえ。那田雲山に向かえ いい。<laughs> せっかく傷が治ったのに。よっしゃ、任せる。なたぐも山。初めて聞く場所だ。来緊就要去那田蜘蛛山噶啦。いかがされましたか。今動かすことのできる柱は。イユー様と忍部様の。